どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、メンテナンスが明けまして、非占領期間と、なりました。ここから1週間はまた育成とか、まあ、イベント周回に停止するんですが、今回ですね、2つ来ているうちの1つ、魅惑的な仮面の世界、SSR 歌が手に入る、イベントですね。これも、復刻なのかな？あれ、ちょっと待って、俺全然覚えてない。昔のイベント、覚えてないんですけど、国でリニューアル後になったやつだよねということで A をやっていきたいと思います。使っていくパーティーは前線をクインクスにして、知らずとムツキは持ってないんで、とりあえずこの前線クインクスの3人を置いて、まあ公園にですね、アリマとアモンと魔導を並べてるんですけど、とりあえずシフトを使わずに、シフト使わない縛りでやっていこうかなと思います。いけるんちゃうんかなと思うんやけどな。どうなんだろう、シフト使わないとこのゲーム結構厳しい感あるかも。敵が硬いとね、ブレイクを狙って、待てよ、サイコが回復プラス回復持続で敵の攻撃力下げるんだっけ、自分の防御力を上げるんだか忘れたけど、持続回復も多分持ってると思うんで、アタッカーの2人をちょっと、どっちかスキルためて、最後殴れなかったんだが、かわいい、うるせえ。どうしようかな、これ多分サッサンで殴っても全然5でブレイクするんだったけど、確か、あ、マジか、まあ、こんな感じで一旦まず貯めて、最終フロアで全員のスキル使えるようにしとけばまあ大丈夫だろう。いや、こうなってくるとやっぱクインクス全員欲しくなりますよね。あ、全然いけそうやな。 A といえどやっぱ S がないとそんなに手応えないですね。しかもこのリニューアル後のこの システムになってからは A じゃ物足りない感じが、まあ新規の人もいると思うんで、いきなり S 出されてもねって思うんですけど、まあ、S はいずれ来ると思います。さてと、ここ一旦ちょっと使うか、まあ、ダメージは食らってないけどね、防御力アップね、なるほどね。じゃあまあ使ってもいいような気もするが、とりあえずウタさん殴って、ウリエで殴ってみるか。ウリエのスキル、俺ね、ウリエもね、サイコも使うの初めてなんですよね。なるほど、武器耐久値は下げないと。あ、待って、これそうか、ウリエって防御力下げる代わりに自分の攻撃力がバリ上がるみたいな、そういう感じだった気がする。とりあえず殴って、どうしようかな、このターンでとどめさせれるなら刺したいけど、まあ無理だろうと思うから。あとね、育成もね、そこまで進んでない。武器耐久値も確か、武器耐久値は武器のレベルも、あ、マジ？ブレイクしないおじさんか。これまずいな。あ、待って、ウリエ死ぬんだけど。ちょ、待って、危ない。サイコ、まあまあ壁になってるな。いいね。じゃあこれ使って。いいよ。で、ウタさんをここで仕留めたいんだが、できるかな。これでブレイクするから、ハイセのスキルが武器耐久値を、あ、マイナス3ね、マイナス3だからブレイクする。これな、ここで持っていけるかな。あ、いけそう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 、全然いけそう、押せるか。あえてゲームシステムをいか、 OK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  最大限生かさずというか、シフトを使わずにね、縛りプレイでやるとね、まあ、ぬるいステージもなかなか手応えがあるステージに変わるんで、かわいい。
あ、やべえ、スキルでフィニッシュ。また忘れてたよ。これ毎回のことだな。多分どうせ次も忘れてるわ。はい。ということで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。皆様、占領戦お疲れ様でした。僕はグール側に所属していたんですけれども、今回はグール側というか今回もグール側勝利ということで、SSR チケット、ガシャですね、このキャラクターが出るやつと派遣の方1枚ずついただくことができたので、今回はキャラクターが出る方を引いていきたいと思います。まあ、次回の動画ではですね、派遣の SSR 確定を引きたいと思います。どうせー、何が欲しいって言われると別にそなんかこれが欲しいみたいなやつはないんだけど、なんだろう、あのさ、アヤトがこう殴り込みに来た時の10日のやつが欲しいけど捜査官だよね。出たこの銃この銃像熟練度マックスになったんだけど、俺この銃像めっちゃ出るんですよ。この銃像熟練度 100% になりましたね。ということで、固有のスキルが発動するんだけど、あいつ何だったかな。はい、ということでですね、今回は銃像5枚目、6枚目、そう、このゲーム、6枚必要なんですね、結局熟練度 100% するためには、促進剤使わずに。まあ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 、某フェイトゲームでは、まあ、5枚でいいんですけど、これは 100% するためにはまず6枚必要ということですね。まあ、なかなか厳しいんですけど、まあいいでしょう。無事 100% 2体目誕生日カネキに次いでですね、この初期の銃像の SSR が、まあ、熟練度 100% だったらちょくちょく使っていきたいと思います。バフキャラですね。はい、というわけでお疲れ様でした。